ねえ夏希、昨日のインスタの男紹介して。ひかり、急にどうしたの？もしかしてユーダのこと？名前わかんないけどその人かも。超イケメンじゃない？なあ、顔は確かにいいね。夏希狙ってたりする？ないない、私は彼氏いるし。昨日なんで一緒にいたの？大学の時にバイト先が同じで、今日みんなで久々に会おうってなったの。なるほど、ユータさんって彼女いる？てかいるよね、あの顔面なら。いないって言ってたよ。え、マジで？うん。逆になんでいないの、あの顔で。もしかして性格に問題あり？性格はいいと思うよ。普通に気使えるし、物腰低いし。じゃあなんで？女癖の方が。すごい浮気する？そんな感じかな。私はあんまり深く知らないけど。なるほど。てかそもそも彼女がいない、特定の女の子がいないって感じ。なあ、女を泣かせる系か。どうだろうね。でもずっと女には困ってないらしい。その説得力えぐい。どうする、繋ごうか？うん、とりあえずお願い。あんなイケメンとエッチしてみたい。正直すぎ。じゃあその胸伝えるね。オブラートに包んでね。わかってるよ。1時間後。ユータ、昨日はありがとう。さっき話したヒカリ招待した。どうもヒカリです。どうもユータです。どうする、一旦3人で飲む？ヒカリとユータはどうする？私はどっちでも。いきなりユータさんと2人だと緊張して何も喋れないかも。そんな崇めないでください。今週の土曜はどうかな？私は日曜の夜だけ行ける。俺も日曜夜行ける。よし、じゃあ日曜にしよう。適当に店決めとく。ありがとう夏希。サンキュー夏希。数日後。夏希本当にありがとう。どうだったユータは？もうイケメンすぎ、いい匂いもしたし最高すぎた。でも身長165センチだよ。低身長関係ない、見た目が良すぎて。そこまでベタ褒め。26年間生きてきて初めてだよ、あんなイケメンに出会ったの。じゃあ今度は2人で会いな。うん、そうする。夏希本当にありがとう。ちなみにユータからも LINE 来てたよ。光のこと可愛いって言ってた。え、嬉しい。あとおっぱい大きいの好きだし。いいカップでよかった。数日後。光、明日の予定なんだけど、行こうって言ってた店が休みだった。うん、マジか。店どうしようか。俺の家の近くに焼き鳥屋あって、そこがすごく美味しいんだけど、そこでもいいかな。焼き鳥大好き。着物作りとか好き？生大好き。エロいって。そういう意味じゃない。じゃあそこのお店にしよっか。はーい。翌日、お持ち帰りされました。え、ご飯の後ホテル行ったの？うん、ユータの家。やば、イケメンすぎてずっと顔見てた。それだけで満足でした。笑う。今もう帰ってるの？うん、まだユータの家にいるよ。私が先にシャワー浴びて、今ユータがシャワー浴びてる。シャワー浴びる前にやったのか。店で普通にキスしてたし、その時から我慢するの必死。迷惑行為じゃん。ほんと、絶対店員とか見られてた。あ、お風呂上がったみたい。また後で連絡します。翌日。光、昨日はありがとう。マジで気持ちよかった。光可愛すぎ、最高の女。ありがとうユータ。もう本当に顔面が良すぎて、してる時ずっと見ちゃってた。ずっと目合ってたからな。まあ俺も光の顔好きだからずっと見てたんだけどな。嬉しい。また誘ったら会ってくれる？うん、会いたい。ありがとう。待ってます。1ヶ月後。ねえ夏希、ちょっと相談。何、どうした？ユータの彼女になりたい。え、初めませふれでもいいって割り切った気持ちでいたんだけど、会う回数が増えていくたびに本当に好きになっちゃって。てか付き合ってなかったの？うん。どれくらいで会ってるの？1週間に1回は会ってる。結構すごい頻度だね。そうなの。前も生理だからエッチできないって言ったんだけど、家に招いてくれたの。え、それセフレなの？よくわかんない。でもエッチ以外も普通に楽しくて、もっと一緒にいたいって思ったの。そんなに好きなら告白したら？ずっとやんわり断られてる。どういうこと？好きって言ってもさ、ありがとうしか返ってこない。うわぁ、普通に女の影も感じるし、辛い部分もあるなーって。え、女の影って？茶髪の髪の毛落ちてたりとか。それはユータが悪いね。うん、でも私セフレだから。私から注意しとこうか？絶対やめて、関係性悪化したくない。そうだよね、ごめん。うん、
相談乗ってくれてありがとう。1ヶ月後。ゆうた、今行ける？ひかり、今はごめん。今日は夜勤のバイトなんだよ。あ、家に行きたいんじゃなくて。あ、違うのか？前々から話そうと思ったんだけどね。うん。私って彼女になれるかな？え？初めは遊びだけでよかった。本当にゆうたの顔が好きで、夏希にも紹介してもらったし。でもね、最近本当に好きになって、私も来年27歳になるから、そろそろ落ち着きたくて。で、結婚したいってこと？ゆくゆくの話だよ。今はただ付き合いたいの。ダメかな？形にこだわらなくてもいいかなとは思う。え？光が俺のこと好きな気持ちわかるし、俺も光のこと好きだよ。今の関係のままでも俺は楽しいし、付き合いたいとも思ってる。でも俺はまだバイトだしさ、稼ぎもないから結婚って言われても。結婚は全然大丈夫。いずれって話したから。うん。でもそう考えてるなら、俺とはやめた方がいいかもよ。え？俺結婚願望なんかないし、月の給料15万程度じゃ無理だよ。お金なんて関係ないよ。それに会えなくなるのは嫌だ。本当？でも今は付き合えないよ。それでもいいの？うん、いい。ありがとう。俺がいい仕事見つけられたら、光と一緒になりたい。嬉しい。今日は夜勤頑張って。明日何してる？明日なら空いてる。来る？行く。半年後。ねえ、夏希。どうした、光？私他の男と遊んでもいいのかな？ん？何の話？もうユータのセフレも半年以上経つけど、そろそろ切らないとって思ってる。どうして？今でも週1くらいで会ってるし、一緒にデートすることもあるし、楽しいことは楽しいの。でも付き合ってはくれないし、私が把握してるだけでも他にセフレ2人はいるし、私も27歳だしって思って。うん、私はずっと気になってた。そうなの？紹介したのが私だったし、ユータもユータでいいところはあるし、でもいつまでもクズだなって思ってた。でも光が好きなのは知ってたから、どうすればいいんだろうって。なんか最近好きって何ってなってる。一緒にいる時は楽しいの。外でデートする時には周りの女がユータの方を見てるし、その時優越感みたいなの出るから、私的には鼻高になるし、それに見合うだけの私でいなくちゃって、ダイエットも積極的に頑張ったし、いい関係性だと思う。でも半年経って気づいたけど、ユータって本当にお金がなくて、私今でも5万くらい貸してるけど、帰ってくる気配ないの。で、お金貸してるの？貸してるって言っても、一緒にご飯食べた時に私が代わりに出してる程度だけどね。なあ、なるほど。いつまでも夜勤のバイトしてるし、もし仮に付き合って結婚しても、割と厳しい生活待ってるなって。それは絶対そうだね。そこで最初の質問に戻るんだけど、今私を口説いてくれてる人がいるの。誰？不動産会社の社長さん。え、社長？どこで知り合ったの？ゆうたにドタキャンされて、一人でバーでお酒飲んでたの。その時に話しかけられて、割と盛り上がって LINE 交換して、今すごく誘われてる。光の気持ち的にはどうなの？正直いいタイミングかなって思う。その社長さん、私の5つ上くらいで、まだまだ若いし自信してきたし、何より私のこと大切にしてくれそうなの。ゆうたが他の女と会ってるんだったら、私も会っていいよねって思ってる。うん、会おう。もしダメだったら次行けばいいし、もし本当にいい人なんだったら、私は乗り換えた方がいいと思う。ありがとう。一旦会ってみる。ありがとね、こんな話。うん、私こそごめんね。2週間後。光、今日はどうかな？最近会えてないし、LINE もあんまり来ないけど、体調とか崩してない？ごめん、行かない。マジか。実は俺、今のバイト先に社員にならないかって言われたわ。もちろん秒で断ってやったけど。だって嫌じゃない？カラオケ店の社員なんてさ。もう会うことないと思う。今までありがとうございました。え？彼氏できたの。マジ？うん。誰？俺の知ってる人？知らない人。相手は不動産会社の社長さんだよ。社長？すごっ。私ね、ゆうたのこと好きだった。ずっと付き合いたかったし、結婚して子供も欲しかった。でもゆうたは付き合うつもりないし、いつまでもバイトのままだし。セフレだから文句は言えないけど、他の女の子が出入りしてる家でエッチするのも最近は嫌だった。だから家にも行かなかったの。そっか。ちなみに、今俺が就職活動して光に告白したら付き合ってくれる？もう遅いよ。そっか。寂しくなるな。大丈夫だよ。ユータはモテるし、私がいなくても平気でしょ。まあ、そうだな。じゃあね、ユータ。もう連絡することないと思う。鍵はポストに入れておくから。今まで本当にありがとう。すっごく楽しかったです。後日談。こんばんは、光です。
ここから2年後くらいに、ゆうたから復縁の LINE が来ました。どうやら就職もして、彼氏になりたいと言ってきました。私も例の社長さんと結婚していましたし、さすがに遅すぎと思いました。親友の夏希にこのことを共有すると、どうやら30歳になるにつれてモテなくなり、それで私にすがってきたようです。でも残念、もう遅いです。私がまだ未婚で25歳くらいなら、また付き合ってたかもしれませんね。